おはモーニング。よく行く定食屋さんのスタンプカードが溜まって無料になるので向かっていたけど、そのスタンプカードを忘れてしまった坂村です。道中見上げると自分が3人もいて、ゲシュタルト自分、クレーンゲームで酒飲みグッズ取ってくださった方、ご報告ありがとうございます。おめかししたはずが、ぼーっとしていて、メイクもアイシャドウだけで終えていて、血色が悪い。何か飲んで食べてスタミナつけないと。ボリューミーなラーメンの旗を見たので、心にすするを宿していざ入店。騙された。ここカツ屋じゃん。脳みそ空っぽで勝手に騙されたんだけど、これ見て、どう見てもラーメンじゃないですか。飲み物はないのかと思っていたら、ポップをひっくり返すと隠れミッキーのごとく現れたアサヒスーパードライ。これを知ってから眺めるメニューは景色が違う。ここも居酒屋だったのかと理解を深めていく。お先にビール一つねと冷蔵庫から取り出したばかりであろうキンキンに冷えた銀色の到着。缶ビールなどで宅飲みのような気持ちになって気が緩む。ご自由にどうぞの漬物をひょいとお皿に乗せて、無料のお通しの連成。お先に乾杯。グビグビっと今日一番のビールが喉を流れていく。これが喉越しか。おしー。すかさず漬物をパクッと。分厚い大根の弾力があって美味しい。塩分を感じる。ポリパリと癖になる。ポリパリポリパリポリポリパリ。食事中くらいもっとゆっくり話そうよって話ですね。分かってる。今日は大根漬けについて解説していくぜ。密かに人気な大根漬けはレジ前で販売されるほどの人気を集めているんだって。サイズの粉チーズが終了したり、卓上調味料がどんどん減っていく時代に、お金を取れるレベルで食べ応えのある漬物がずっとあるカツ屋には感謝しかない。両手でしっかりと抱きかかえられたラーメンかっこかりが着丼。勝手にラーメンっていう芸名で呼んでいたけど、本名は豚骨チキンカツ丼らしい。豚汁、温玉トッピング付き、主張の強いチャーシュー、リボンのように乗っかっているナルト、ネギにメンマーに紅生姜、もやし一袋レベルにカツ屋のアイデンティティと海苔を添えて、まずはカツから揚げたてのうちにいただきます。ガブリと。サクサクすぎる衣にかかったソースと濃厚でとろっとろの豚骨タレによる味の暴力。その下から出てきたのは大盛りの米。タレがたっぷりとご飯にもかかっているので、あんかけチャーハンを食べているみたい。タレの破壊力が凄まじい。口の中で勝手に豚骨ラーメン屋がオープンしてる。こんな見た目して実は中身は米というギャップ。この絶妙なギャップがなんかいい。チャーシューは折りたたんでコンパクトにいってきます。肉肉肉。ジョジョ第3部のようにむさ苦しい男の味。デートとか軽く夕飯にという質量ではない。カンカン照りの太陽の下、汗だくで体力も消耗しきった時に立ち寄って黙々と食べたい。丼を抱えてかき込むように口周りに米粒をつけていたって構わないから無我夢中で食べたい。息をすることも忘れるくらいの戦闘。紅生姜がハッと現実に連れ戻してくれる。ビールのことをすっかり忘れてた。この丼を食べてる間、なんだっけというほどにお冷やのような気持ちで飲んでしまっていた。申し訳ない。トッピングで添えられているメンマをポリッとつまみにして一口ゴクッと。ラーメンに入っているメンマって邪魔だなって思っていた時期もあったけど、こうしてつまみになることを知り、メンマの持つ無限の可能性に気づいてからは重宝している。彼女を失ってしまう前に大切さとか愛とかに気づくことができて本当に良かった。8月になったらアマプラであの花の映画を見て、青いしおり聞いてエモエモになったら最後、君と夏の終わり将来の夢ってシークレットベースを BGM に泣きながらメンマつまも、手紙書くよ電話もするよ。そんなスマホのない時代、もう一度来ないかな。温玉をとろっと絡めたら、尖った豚骨タレが全体的に丸くなり、ゴロタッとなっていた大人の胃袋を傷つけることなく包み込んでくれる。あんなチクチクな衣を身につけていたカツも海苔でくるめば、たちまち磯の香りがする海んちに。はあ、これって人生の一杯だ。気持ち、定年退職したので第二の人生を歩むべく向き合うメニュー。もう一品いかがですかってずるい誘惑。じゃがいもうまいにつられてポテトコロッケ。あとはちょっと浮いてる手羽先。肉たらふく食べたのでイカフライもいいね。結果こうなりました。全部です。全体ソースをかけて端っこにからし配置。コロッケは胡椒が効いていて、じゃがいも自体にしっかり味付けされている。ガが強いポテコロだ。イカフライは一口目、マジ美味しい。お肉にはないプリッとしたイカの歯ごたえ。揚げ物って本当にうまいし心を救う。勝手に罪悪感を抱いてしまう本能、どうにかならんかな。最近ネットで毎日10キロ走れば何を食べても何を飲んでも太らないからおすすめって書いてあって、いいのがたくさんついていたけど、冷静に10キロ走るって家から駅まで何往復すればいいんだよ。
そんな気力も時間も、まあ、時間は余裕あるかもしれないけど、さすがにそれなら食事をある程度諦めるかなと思ってしまった坂村でした。走ることもご飯を諦めることも結局はできないんだけどね。今日は珍しくポロシャツ、真っ白なのでソースに狙撃されないか心配。お父さんこと後頭部坂村カッパがラルフローレンのポロシャツを買ったんだけど、自分が着るとどことなくおじさんっぽく見えるからあげるともらいました。でも着なくてもおじさんなんだけどな。今日は一駅分歩いて帰らないとな。ごちそうさまでした。帰りは大好きなビレバンで柴田リアンを購入。中学3年生の春、桜の下に埋まっている柴田を見つけた主人公。その後映画を見たり友情を深めていくんだけど、突然世界中の人が柴田を忘れて柴田になるらしい。こんなん気になりすぎるって。まだ読み途中の本、数えきれないくらいたくさんあるのに。毎日2冊くらい読んでいるとあっという間に日が暮れてしまう。夏なのに。井の頭五郎リスペクトなので、ナポリタンにハンバーグ、味噌汁の18時までやっているランチセットに駆け込み完食。帰宅。お腹いっぱい。ドカ食い季節で年々コロリン数秒前の坂村です。さっきの孤独のグルメで取り上げられていたナポリタン食べに行ったんですけど、喫茶店のナポリタンってどうしてこんなにもうまいんだろう。中華鍋で作ってるみたいなんですよね。で、味噌汁も結構が入っていてめっちゃ濃いんですよ。ハンバーグの上にはマヨネーズが結構な量あって、私生姜焼きでもなんでもマヨネーズが添えられている定食大好きなんですよね。何もかもがドンピシャでした。ただ全体的にめちゃくちゃ味が濃いので、次の日絶対むくんでアンパンマンになること間違いなさそうです。当初の予定とは180度ずれてしまったけど、行き着く先は今日も平和でよかったです。そういえば炭素を整理してたらこれ出てきたんですよ。見て、鈴宮春日の憂鬱もラノベなんですけど、帯がすごくない？春日2期決定っていう、もうあの時のままのラノベが出てきました。懐かしすぎる。あなたまだいなかったからね、この時は。あとね、サンレモさんからイラストブックをいただきました。じゃーん、かわいいよ。ユッケのイラスト特集もしていただいてます。ありがとうって、かわいくない？借金も出てるんでね、一応。あと今読んでる漫画はこれです。スナック傷つきっていう、日常の仕事とかね、些細なこととか恋愛とかでちょっと傷ついた人がこのスナックに行って少しだけ救われるみたいな。その加害者がまた次に出てきて、その人もやっぱ傷ついていてみたいな、なんかね、連続性があって好きです。ほっこりします。いかがでしたか、借金さん。お気に召すもなりましたか？おーい、おしまい。本日もご視聴ありがとうございました。カツヤって時々とんでもないメニュー新商品出しますよね。今回はもうどう考えてもラーメンにしか見えないラーメン丼は芸名で豚骨チキンカツ丼。これめちゃくちゃ豚骨塩だれが効いていて食べ応えがめちゃくちゃあるので、夏バテには絶対最適だと思いました。お腹のキャパがある時にぜひ行ってみてください。ほんじゃ、バイバイ。